山口に乗り込んできています。そしてホームの山口としては、まあ、前節後も下田監督話ありました、とにかくホームで今前半のキックオフです。2020明治安田生命 J2 リーグ第23節レノファー山口 FC 対ジュビロ磐田です。短くてテンポを出せてますけれども、はい、そのためのポジション取りだったり距離感がね非常に、あ、チャンス、さあここはヘディングシュート、山口小松で先制です。いやー、わずか一つのチャンスをものにしました。いや、ちょっとね、はい、なのでご覧いただきましょう、田中陸からのボールです。まあ、もちろんここね裏狙ってですけれども、キーパーとディフェンスの間でちょうどヘナン小松あるいはヘネキと少し近い立ち位置を取っています。さあコーナーキック、ヘディング、ヘネキ、ヘネキがねじ込んで2点目山口です。セットプレー、ヘナンだけじゃないんだ、俺がいるんだと言わんばかりにヘニキ、距離を空けながら岩田のディフェンスがついてたので、ちょっとヘディングするときに、さあもう一度ゴール前、小川航基のところですが、左足で最後伊藤でしたが、このパスは小川大輝、あとちょっと見過ぎになって浮田かっさらいに行きます。さあ浮田、浮田シュート体勢に持ち込むか、浮田のシュートわずかに外れました。今のが決まっていれば山口ものすごく効率のいい後半の戦い、リードを保ちながら勝利へ向かいたい山口です。後半の頭から入った村田、うわ村田ここは失わない、さあ一気に中を見た村田からのボール、3点目、高いで3点目は山口です。なんと今日は効率がいいことでしょう。山口右サイドでドリブル単独でもね仕掛けれるっていうのは、まあ、伊藤選手の攻撃を村田が呼んでいる、そこに渡る、さあ村田、村田、そして浮田、おしゃれなシュート、浮田でしたがわずかに外れています。さあふわっと浮かせて山本康介が顔を出す、戻して山田入ってきた、とコース変わったが吉光です。山田も入ってきましたが、まあ、もちろんね少しポジションの取り方だったりして、はい、それでサイドをね狙われるようなイウリのシュートあっていうところは少し気にはなってはいたんですけれども、うん、はいはい、勝利を収めようかというところまで来ています。今試合終了の笛です。レノファ山口 FC 今日は快勝の3対0。